はい、こんにちは。今日は2016年山口大学の問題です。問題はこちらです。複素数平面上の3点 O、A、B が与えられていて、 α イコール x1 たす y1i、 β イコール x2 たす y2i と置くと。で、括弧1は三角形 OAB の面積 S イコールこういった式で表されることを示せ。で、括弧2は K は2より大きい定数として、この2つの式を満たすときに次の各値は α、β によらず一定となることを示せといった問題ですね。まあ、まずはこの括弧1、これを示しましょうか。α、β こう与えられているので、ここに代入して計算しましょうと。そうすると、4分の1の絶対値の α っていうのが x1 たす y1i ですね。かける β バーですから、ここをマイナスにしますよと。x2 マイナスの y2i ですね。で、マイナスの α バーですから、x1 マイナスの y1i ですね。かける β ですので、x2 たす y2i というふうになりますよと。で、これ計算すると、ちょっと計算省略しますけど、この絶対値の中身を計算すると、マイナス 2i の x1y2 引く x2y1 っていうのが出てきますよと。こんな風になります。これ計算すると。で、これ絶対値の中身これなんですが、マイナス2は絶対値すると2ですよね。で、2が外に出ますよと。そうするとこうなるよと。で、i も絶対値するとこれ1ですから、結局これも消えるよと。ということで、絶対値の中身これになるよと。で、ここ約分すると2分の1。ということで、こんな風になります。で、これは、面積を表す公式ですね。三角形 OAB っていうのが与えられていて、今 A っていうのが X1、Y1 ですよと。B が X2、Y2 ですから、X1、Y2 と引く X2、Y1 ですね。これをかけて、引いたものの絶対値とって2分の1すると、この三角形の面積になりますね。ということで、これが三角形 OAB の面積 S だということで、まあ、こんな形で示すことができますよと。で、続いて括弧2です。K は2より大きい定数で、これかつこれを満たすときに、じゃあまず丸1、これが α、β によらず一定となるということを示しましょう。で、括弧1の結果は、丸2の方で使えますよと。まあ、まずは丸1なんですが、これ2乗たす2乗って形ですので、絶対値の2乗を登場させたいので、これ2乗しましょうか。左辺これ2乗すると、α-1 の絶対値の2乗たす、α たす1の絶対値の2乗、イコール、プラスの2倍のこれかけるこれですね。で、絶対値中身これ α-1 と α プラス1ですね。こうなるわけですね。2倍のこれになるので、ここ計算しちゃうと α2乗-1の絶対値と。これ左辺2乗するとこうなりますと。で、右辺は k2 乗ですよと。こうなります。で、さらにこれ展開していきましょうか。で、まずここが β2 乗っていうのが出てきますね。α2乗-1っていうのは -β2 乗ですから、この式から。ここが -β2 乗。で、絶対値するので β2 乗になるわけですね。結局。ということで、ここは絶対値の β2 乗になるよと。で、結局ここが β2 乗に当たるわけですが、ここでなんか計算して、この形が出てくれると嬉しいなと。で、あとこれ計算しましょうか。α-1 の絶対値の2乗っていうのは、α-1 と α-1 をかけたものですね。ですので、これ計算すると、α の絶対値の2乗を、-α-α+1 ですね。で、同様にここは α+1 と α-1 をかけたものですから、これはプラスの α の大きさの2乗を、プラスの α、プラスの α バープラス1ですね。で、あとこれが出てくるよと。プラスの2倍の β の大きさの2乗、イコール k2 乗ですよと。で、これ計算すると、ここが消えますね、この2つ。で、これが2倍。2つ出てくるので2倍。で、1たす1でここ2になるよと。こうなります。で、結局これ、これ、これが生き残っているよと。で、こうなったと。ですんで、これで α2 乗たす β2 乗とかが出てきて、α の絶対値の2乗。で、これ2乗は外に出せるので、絶対値の。プラスの β の絶対値の2乗っていうのが、これをこっちに持ってくると、k2乗-2 ですね。それを2で割ったものということで、こんな形で求められますと。つまり、これ k は今定数ですから、定数ですね。α、β によらず定数になりますよ。ということで、一定になることがこれで示せましたよと。で、丸2の方行きましょうか。今度面積 S っていうのは括弧1で求めたこの式だと。じゃあこの式をなんかいじくっていって、これが一定になるよということを示したいよと。じゃあ S っていうのは今これ4分の1の S ので、とりあえずこれ4倍しましょうか。じゃあ 4S にしましょう。4分の1ちょっと邪魔ですので、4S イコールにして、この絶対値だけを残しましょう。α、β バーマイナス α バー β ですねと。で、ここで、この結果を使いたいし、またこれも使いたいので、まあ、とりあえずこれもまた2乗しましょうか。絶対値の状況になっているので、2乗してやるとなんか出てきそうだなと。
で、これ2乗していくと 16S2 乗ですね。 16S2 乗イコールになってこれの2乗ですよと。で、これ2乗計算すると、アルファベータバーマイナスアルファバーベータとこれのバーをかけるわけですね。これかけるこれのバーですから、結局アルファバーベータマイナスアルファベータバーになります。これとこれかけますよと。これがこれですよと。で、これ計算すると、アルファの大きさの2乗を、ベータの大きさの2乗になりますよ。それから、これかけるこれですので、マイナスアルファの2乗を、ベータバーの2乗ですね。それから、これとこれかけると、マイナス、アルファバーの2乗を、ベータの2乗と。それから、プラスの、アルファの大きさの2乗、ベータの大きさの2乗ですね。ですので、ここは、これの2倍ですよと、こうなります。ですね、ここが、これこっちに書きましょうか。マイナスアルファバー2乗、ベータ2乗ですよと。で、あとは、これでアルファ、ベータを消したいんですけども、ここでこの、かけたものが出てきたよ。さっき足したものが一定だっていうことで出ましたよね。で、今度かけたものが出てきたよ。しかも2倍になってるので、これを2乗すると2倍のこれ、かけたものが出てきますね。ですね、ここで、これを2乗したのを使って、これが一定だっていうのから式を作って、あとここが消えてくれると嬉しいなってことでやってみましょうか。つまり、この式って、ここの部分っていうのは、これの2乗すると、これ2乗すると、アルファの大きさの4乗足す、ベータの大きさの4乗、これ2乗足す、これ2乗足す、プラスの2倍の、アルファの大きさの2乗、ベータの大きさの2乗ですね。これ2乗。で、これだけ残したいので、結局これをこっちに持ってきますよ。つまり、これの2乗、2分の k2 乗マイナス2の2乗を引く、これをすれば、これになりますね。ここの部分。ということで、これの2乗引く、これ。アルファの大きさの4乗引くベータの大きさの4乗がこれですよと。で、あとこれが残っているので、マイナスアルファ2乗、ベータバーの2乗を、マイナスアルファバー2乗、ベータ2乗。こうなりますよ。で、全部これはマイナスですから、マイナスでくくるとプラスになりますね。こうなると。で、今、結局これは、定数ですね。あ、これは、今この S を、が定数だってことを言いたいので、これが定数になるよう示したいと。これが定数になれば S が定数になるわけですね。で、今、これは定数なわけです。ですので、これも定数、これも、あ、これ定数ですので、これがあと定数になれば OK ということですね。これが定数を示したいよということになります。じゃあ、あとここなんですが、これちょっとわかりにくいんですけども、アルファの大きさの4乗ってことは、アルファ2乗とアルファバーの2乗、これをかけたものですね。アルファの大きさの2乗っていうのは、アルファ、アルファバーですから、これのさらに2乗がこれですよと。つまり、こうなるわけですね。で、こっち側も同様で、プラスの β の2乗の β 版の2乗がこれですね。で、プラスの α2 乗、β 版2乗足す、α 版2乗、β 版の2乗というふうになってますよということですね。ここですよと。で、これをうまいこと、この α2 乗でまずくくりましょうか。ここ。そうすると、α 版2乗足す、β 版の2乗になりますよと。で、ここをじゃあ β の2乗でくくると、プラスのベータの2乗のアルファバーの2乗足すベータバーの2乗になりますね。で、ここが揃うんですね。ということで、アルファ2乗足すベータの2乗でくくると、こうなるわけですね。ということで、結局ここの部分っていうのは、これのバー、これとこれのバーをかけたものですので、アルファ2乗足すベータ、アルファ2乗足すベータ2乗の絶対値の2乗になるわけですね。これとこれのバーをかけたものですが、これの絶対値の2乗になるよと。ということで、ここの部分は、結局、2分の k2 乗マイナス2の大きさの2乗引く、これですよと。で、これっていうのは、これですよね。これが1っていうのを使ってなかったんで、これ1ですよと。で、これは1になるよということから、マイナス1になるよと。ということで、これで定数になりましたと。じゃあ、結局 S はっていうと、16で割って、ルートを取れば S が出るわけですから、これで定数だということが言えますよね。こんな形で示すことができましたと。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。